そうですよね。ハローライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。今日も来てくれてありがとうございます。ということで今日のテーマは、目標を達成するために一番最初にやるべきことです。こんなことはありませんか？やりたい夢とか目標とかがあるのに、何をやったらいいかわからへんとか、なかなか行動に移せないとか。20代の時がもう、そうでした、僕。完全にそれでした。ね、いっぱいやりたいことって、あれやりたい、これやりたい、目標もあって、欲しいものもあって、手に入れたいもの、やりたい仕事もいっぱいあったんだけど、じゃあ、具体的に今日、何をやったらいいんだろうって、わからない。わからないからやらない、やらないから夢が叶わない、そういう昔がありました。この動画を最後まで聞いてくれたら、みんながやりたいこと、夢とか目標とか持った時に一番最初にやるべきことがわかります。わかるから行動できます。行動できるようになるんです。ですので最後まで聞いてください。で、このミスターおかちのチャンネルでは、仕事とか人生とか、ビジネスに役立つような動画を投稿してます。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速、クイズです。じゃん！たけしくんが、います。たけしくんがね、ジャングルの中でね、迷っていました。笑っているけど。たけしくん迷ってしまったよ、迷ったよーって。で、たけしくんはね、ジャングルの中にお宝があるって、宝箱があるっていうのを友達のね、つよしくんに聞いたの、これね、たけしくんね。だから、宝箱を探しているの。でもね、1日経って、2日経って、3日経って、でも、宝は見つからなーいっていうことでね、どうしようどうしようどうしようって、だってね、ご飯ないもん。お腹すいたよって、お腹すいたよーってご飯ないからさ、喉も乾いてきて、このままだったら、たけしくんね、これね、ちょっとね、体力なくなって死んでしまうかもしれん。で、困ったんだよ、たけしくん。困った困ったって。困ったよー困ったよーってね、こうジャングルの中で迷ってたら、たけしくんね、見つけたの。何見つけたんだろう、これね。はい。今一番欲しかったものです。それは、地図です。ねえ、地図見つけたの。その地図見たら、どこに宝箱があるのかっていうのが書いてあったの。やったー！これで宝は見つかるぜーって。宝見つかるぜーってね、思ったんだ。たけしくん思ったんだ。そしてね、テク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 歩いたの、歩いたの、いっぱい歩いたんだよ、たけしくん。この地図を見ていっぱい歩いたんだよ。でもね、たけしくんは宝物を見つけることができませんでした。それはなんででしょうか？なぜだろう？わかりますか？地図見つけたんだよ。その地図にはどこに宝箱があるのか書いてあるんだよ。そんな地図見つけたのに、たけしくん一生懸命頑張って努力して歩いたけど、探したけど見つからなかったの。それはなぜでしょうか？5秒考えて。はい、5、はい、4、はい、3、2、1。はい、終了。はい。見つからなかった理由、それはこれです。じゃん。〇〇を知らなかったから。〇〇が書いてなかったからです。それは、これ。現在地が、わからない。そうなの、わかった？意味わかる？現在地がわからない。地図は見つけたよ。地図を見つけたんだけどさ、今自分が一体どこにいるのかっていうのが分かんなかったの。今自分がどこにいるか分かんなかったら、ゴール、宝箱がどこにあるかが分かっても、じゃあどっちに行ったらいいのか分からないの。でもね、考えてみて、現在地がこのハートやとするやんか。ハートやとするやん。じゃあ現在地が分かって、宝箱の場所が分かっていたら、じゃあまずはこっち行っ
って、こっち行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 ってってみたいに、道を作れるの。道を作れるのね。わかる？ゴールの場所だけじゃなくて、今どこにいるか現在地、このハートの現在地が分かったら、ゴールまでの道が作れる。道が作れるから、前に進めるの。そういうことなの、分かった？つまりこういうこと。ゴールを見つけたら、夢とか目標を作ったら、一番最初にすることは、今自分がどこにいるのかっていう現在地、今どこっていう現在地を見つけること。これがとても大事なんです。そういうことね。現在地を見つけること。それってどういうことなのかというと、一番左側見るとね、例えばね、漢字。来週の月曜日に漢字テスト、50個漢字テストあると。じゃあまず勉強しようじゃなくって、今自分何個漢字覚えてるの？今何個覚えてるの？っていうのを、まず自分は知るの。ね、今の自分の実力を知るの。これ大事よ。50メートル走を9秒で走りたい。9秒で走りたいな、50メートル走を9秒で走りたい。じゃあ、今何秒で走れんの？それをまず一番最初に測るの。それが大事だということ。そういうことであったりとかね。あとはどういうことがあるかな？ちょっと見てみるね。こういうことかな。あ、わかったね。これ、おかっちがまさにやったことなんだけど、アメリカに行きたい。アメリカにの大学に行きたい。ってなったらよ。ここに行くために、80点いる。トイフルっていうスコア、80点いるっていうのがわかっていたら、まず最初に、今自分が何点なのか、今何点なのかをテストを受けるということ。こういうこと。わかった？これが大事なの。つまり、ゴール。目標に到達するために夢を叶える。そして目標を実現するために一番最初にすることはこれです。実力を知る。今どこっていう現在地を知るということです。OK？ 今どこっていうのがこれ分かったらさ、今どこって分かったらさ、ね。夢は叶えることができる。なぜか、それは、ゴールまでの道を作れるか。道が作れたら、一歩前に踏み出せるから。そういうことなの。分かったかな？はい。ということで、今回のテーマは、目標を達成するために、一番最初にやるべきことは何か、ということでした。一番最初にやるべきこと。それは、現在地を知るということ。今の自分の実力を知るということです。そう。今の自分の実力が分かり、そしてゴールが分かったら、そのゴールまでの道が作れます。道が見えたら、一歩踏み出せるんです。そういうこと。だから、まず、一番最初にやることは、今の実力を知ろう。でも分かるよ。今の自分の実力を知ってしまったら、なんか目標が遠すぎるってなって、なんかこう、もう諦めてしまったり、やりたくないってなってしまうことあるの。分かるよ。でもね、大丈夫。これね、スラムダンクのね、安西先生が言ってた名言なんだけど、自分が上達するためには、成長するためには、そして目標を達成するために、一番最初にやるべきことは、自分が下手であるということを知ること。そう。自分が下手であるということを知ることが、第一歩になる。そう。下手やなって分かっても大丈夫。それが、第一歩になるからね。はい、ということでございました。はい、ということで今日はね、初の試みでちょっとね、ズームで、ズームというアプリを使って、お絵かきをしながら、自分が届けたいメッセージをお届けしました。で、なんかこれやってみたいなーと思って、もう、思ってしまったんです。朝起きてね、これパジャマでしょ？パジャマに帽子かぶっただけですよ。朝起きてね、やってみたいと思ったから、まぁちょっとこれも失敗かどうかは、するかもしれへんっていう怖さもあったけど、まずはやってみないとわからない。やってみることで自分の現在地がわかると思って、これも僕の現在地を知るということで、トライしてみました。ね、初めの第一歩目っていうのは下手くそ、誰でも。今回の動画も下手くそ。それはそうだと思うんです。でも、自分の現在地を知らないと、目標には近づかないし、目標は到達できない。ね、僕の目標は、見ていただいているあなたが、自分の力を発揮できるようになること。職場でも、学校でも、
コミュニティでも家庭でもどこでも自分の力を発揮できるようになること、そのための大事な生きる力、ライフスキル、非認知能力というものをこの発信していきたいなと思います。僕にとっての第一歩を受け取っていただけたら嬉しいです。ということで、このチャンネルでは、仕事とか人生とかビジネスに役立つ話をどんどん投稿していきたいと思います。ちょっとでも参考になったなと思ったらいいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録してくれたら僕もめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。ということで皆さん、さよなら、さよなら、素敵な一日を。ふぅ、なんかいけそうだな。